文化放送大竹まことゴールデンラジオ大竹まことさん室井一樹さん今日はお休みで青木義さん金子マさんと番組をお届けしております。え、はい、この時間は何のお話にしましょうか。ね、実はあのこれまあ。 金子さんご存知の方多いと思いますけど経済学者なんですよ <laughs> しかも財政学だからなんでちょっとあの、まあ、今一番これホットなニュースでもあると思うんだけどこれぜひ本当金子さんに解説してもらいたいなと思ってるのが、まあ、あれ今日の新聞各紙もでかく報じてますけれども、まあ、円安が進んでね でついにどうもおその政府が覆面介入っていうんですかそ<う>つまり、円安為替介入したっていうことみたいでだから、昨日なんかも、ね、一応、休日なのにあの円がわっとこう一瞬高,高い方に触れて157円くらいだったのが153円くらいまで4円くらいパッと上がったんですよね。そう今,そう今も53円な 70千ぐらいかな、ずっとやってるよ、そうそう介入し続けてるいやこれだから大きなニュースでまあ一応あの、介入したのはどうも間違いないとも見られるんだけれども、この介入について、ちょっといろいろ解説してもらいたいなと思ってるんですテクニカルな話の前に、うんあの、日本のメディア報道が根本的におかしいのは、うんうん、この日本がこの間見てるのは、投機、うん、のターゲットになってるってこと。うんうん もう先進国じゃないんだわだある意味で発展途上国と同じような弱点だらけで経済は衰退し財政金融はアベノミックスでボロボロになってるからもう要するに投機のターゲットになってるっていうことをしっかり見てないと。 円が安いいとうこととはそういういここなんですねれ、あれですもんね、だってその財務大臣も、ね、言ってるし、から財務官、神田財務官なんかも言ってるけれど、行き過ぎた投機筋のこう、ね、行動を容認するわけにはいかないんだみたいなことを言ってるけど、<う>逆に言えば、投機筋の、まあ、おもちゃになっちゃってるって、おもちゃになってるのはなぜなのかを説明してないんだ、うん、でこの事態が非常に異常だったのは、4月の4日、1か月前は151円だった どうしたって年,年初は140位くらいだったで、しょ4月9日、岸田さんの訪米とともにじわじわ上がって、うん、それで4月の25と6に、日銀の金融政策決定会合があって、当面は現状を維持するんだと現状を維持するっていった瞬間に、155円を突破して、あっという間に4月29日、160円を一時、うん 超えてしまった、つまり3日で5円も上がって、それで慌てたんだよ、慌てたっていうのは、このままいくと、あのー、アベノミクスと同じようなことやってるのは、世界の非常識やってるのは、日本とトルコだけだったんだよ。うんうん トルコはもうさすがにひどくてやめてんだけど、やめても3月の物価上昇率は68%なんだトルコ、リラは暴落をして、同じ状態になるという恐怖なんだよ、この国の経済危機の深刻さっていうのを、アベノミクスの大失敗っていうものを、我々がちゃんと見てないんだわ、だからこんだけ財政がひどいのを、みんな、投機筋のファンドは。 日銀が低金利で抑えてるからだろうってみんな思ってるわけこれは無理だろうっては思ってる分かってるわけだからこの状態を続けていって経済政策が持つんでしょうかっていう懸念がもうはっきり言えば合理的なんだよ投機筋っつってもあの無茶をして仕掛けてるわけじゃないんだよなんか神田財務官とかさ無茶をやってやってるって言うんだけど違うんだよ日本の政策は間違ってるからさ 政策が破綻してるから、それを正すために利上げを要求し、円のそれだったら安くするぞって、ガンガンやってるわけだこれ、今、金子さん、低金利で抑えてるっておっしゃいましたけど、<う>だから、だけどこれ抑えてるっていうよりは、要するに金利を上げられないわけでしょ、上げたくても。そうだって1000、うん、兆円も国債があるから、うん、金利を上げたら立ちど、立ちどころに国債費が上がっちゃうわけでしょ、うん、財政がま、あまあさらにこう、ね、負担が大きくなりかねないというこれ で実際に今回ね、どうも2度にわたってこうそのあの介入したらしくて、でまあ、メディア報道によると、一発目がさっき言った160円になっちゃったときに、<う>どうも5兆円くらい入れたんじゃないか、で昨日また3兆円くらい入れたんじゃないかということで、まあ、とりあえず153円くらいまで戻したんだけど、うんうん、これって、まあ、要するに財務官が判断するんだけど、これ、あれですよね、外貨準備高から、要するに、これ、本当、子供みたいな話聞きたいんだけどさ、うん、要するに、その、 円安をちょっと止めたいっていうことになってくると、円を買ってドルを売るっていう作業をするわけですよね、そ,そ,その、この、なんていうの、政府が。で、それの判断してるのは、財務官が判断をしてやるわけなんですか。いや、本来は政府が一丸として判断して、<ー>政府と日銀が協調してやる、<ー>一応、財務省がやるんだけど、日銀がそれに対応して、対応して、外為、特会を動かしていくわけだ。<ー>けど あのどうも日銀総裁の発言と、神田財務官の発言が、そんな神話的に強調して動いてるように思えない、で多分責任のなすりつけ合いをやってる可能性がある、うん、それから神田財務官は悪いけど、うん、ちょっと番組の前でもう散々っ言っちゃったんで、言わないけど。 彼が財務官になったのは、2020年の7月の時は、110円だった彼は、まあ、あの大学運営交付金を削ってね、うん、で科学技術、ボロボロにした人なんだけど、うん、また110円から今度、ここの去年の、おととしの2022年に9兆円で3回の介入をして失敗した人なんだわけだ、あの人はまた嘘をついたわけだ。 いくらでも財源はあるんだっ,て言った、うん、だけど、外国為替特別会計を使った円安を誘導する為替介入は財源がいくらでもあるわけ、極端に。ちょっとっその辺だから難しくなってくるから、ぜひあの分かりやすく説明してもらいたいんですけど、うん、今やってるのは、円安が行き過ぎてるので、円高にしようとする介入なわけですよね。だだけど、うん、だからこれは 外国為替特別会計にあるドル資産を売って円を買うわけ、それで円安を止めるわけ、これが本来なわけ、ところが、ドル資産は無限にあるわけじゃないんだ、これは実は限界があって、投機筋はあと8回が限界だっていうふうに言ってるのは。えっと ドルの現金が24兆円なんだよこれ朝日が今日ちょっと詳しく書いてるけれども外為特会っていうのはまあいわゆる日本の,その外貨準備高とほぼ,ほぼ似合いイコールなわけですよねです、はい、で日本の外貨準備高っていうのは今、えー、3月末時点で1兆2900億ドルだからおよそ200兆円くらいあるんだけれど<ら>ところがすぐに使える現予算っていうのは1550億ドル24兆円しかないと。ということはつまりこの24兆円が その日本が円安を円高に誘導するために使えるお金ってわけですねそれがまさに3兆円かける8、うん、<に>3パ20しか、そ<う>つまり3兆円ずつの介入でも8回しかできないだから、陶器筋は、うん、あと8回やればお前、兵糧切れになるから、どうせ終わりだよって言ってるわけ、うん、そういう記事もあるわけ、うん、実際にはそれは。 ロイターだったかブルームバーグだか、うん、そ,れはそれは根拠はそうなわけ、うん、なぜかっていうとアメリカの国債も売りながら日本の銀行を通じて売るとしますよね、うんうん、まずはこれ長期でドルの国債を売っていったらですよ、うん、アメリカの金融機関も大量にドルの国債を持ってるからさ、うん、そ日本の国がドル国債を売って、うんうん あのすごいあのね値段を下げようとして、金利を上げようとしてるっていう政策だと思われるわけじゃないですか、うん、そうしたら、アメリカの金融機関は当然反発するよね、うん、自分の持ってる国債のが減価するわけだから、うん、た多分ん摩擦が起きる、うん、それから実際それを続けていった場合に、ドルの国債がどんどんあの値段が下がって、中長期債が上がっていったとしますよ。そしたらら長期金利は上が上っていくから、うんうん いつ円安じゃないじゃん、うん、日米の金利差が広がっていくから、円安の効果は限界があるわけ、うんうん、だからあらゆる意味で長期戦はできないわけつまり、このすぐに使える日本が政府が持っている外貨準備高のこの24兆円っていうのを使い切っちゃったら、もうこれ以上おそらくできないってことになっちゃうわけです、ね、そ,うそ,うそう。うん、日銀はもう手詰まりになっちゃってるってだから円安介入と同じように行って、素人かと思ってさ、うんうん、みんなをこう。 ごまかした神田財務官の質の悪さっていうのがさ実際には円買いのドル売り介入っていうのは実は財源が限定されてんですよ。ということはあれですよねまとめると非常にそのまずい日本さっきね投機筋におもちゃにされてるって話になったけど。 まあ要するに利上げできないと日銀はとでそれを見透かされていてでどんどん円安が進行していくとでこのその円安を進行を止めるために必死になってこう介入してもあと8回しかできなくってそれが尽きちゃったらもう終わっちゃう,う,う足元見てるの見透,かさ見透かされてるっていうことですねそのぐらい経済をひどくしたアベノミクスの責任はすごく重たいんだよ、はい、ありがとうございました以上大竹のもっと言いたい放題でした